次に畑、羽田石井。え、皆様、こんにちは。 自由民主党広島県議会議員連盟の畑石でございます早速質問に入らせていただきますまず自治総合研修センターについて取り上げます総務局の部局別審査で利用状況を尋ねたところ3つある研修室の利用は6から7割の稼働率ということでございました本来自治総合研修センターが担う研修での使用に限定した場合つまり本庁各課の会議室としての利用 および人事課などが主催して行った研修を除いた場合の稼働率をまず総務局長にお伺いいたします。総務局長。自治総合研修センターが担う研修での使用に限定した場合の稼働率につきましては、昨年度の 令和元年度は第1研修室が53%、第2研修室が45%、第3研修室が33%となっております。また、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当初計画していた研修を中止・延期しておりましたが、7月に研修を再開して以降の10月末時点の稼働率は、第1研修室が80%、 第研修室が58%、第3研修室が48%となっており委員長、畑石委員。えー、今、ご答弁いただいたです、ね、稼働率に関しては、これ、開庁日数244日、そして午前、午後、夜間というような3つの区分ではなくてです、ね、1日どこかで使用したら稼働したというような数値ということでよろしいですか。 総務局長そういうことでございます通常のです、ねえー、公民館などと同様に、開館日がです、ねえー、毎週まあ1日が休み、まあ、年末年始などを合わせてまあ休館というように仮定するとです、ね、まあ、年間大体いい300日ぐらいの稼働になると思います。 そして先ほど申し上げたとおり、まあ、午前、午後、夜間と、3つの区分で稼働を計算するのであればです、ね、これ、令和元年度、おそらく17から28%という、まあ、低調な稼働率になるんだろうと思います。さらに、部局別審査後に報告をいただきましたが、70人以上が参加する研修回数、これ、年間でわずか17日でした。 部局別審査でも指摘をさせていただきましたが、今後、オンライン研修の導入などを検討すればです、ね、さらなる合理化も可能だと考えています。次に、部局別審査にて、折ズ鶴タワーにあるソウル広島の会議室利用状況を伺いました。残念ながら稼働率は、研修室35%、交流スペース12.2%という、これも低調な利用状況、かつ、研修室1室当たりの平均利用人数は、 人ですさらに70人以上の研修は年間わずか23回、午前、午後、夜間というカウントでも40回にとどまっています。自治総合研修センターは年間家賃約4900万円、ソウル・広島は年間家賃約4700万円となり、合わせて毎年、一応平日の午前、午後のみとなっています。一方で、ソウル・広島の男女共同参画財団が主催する研修やセミナーについては、 これ、あくまでも主催する研修セミナーですが、平日の日中における開催は、令和元年度においてわずか14回、これ、年間で14回に過ぎません。そこで具体的な提案です。自治総合研修センターにある研修室3つのうち、1つに男女共同参画財団などの執務スペース、および交流スペースを移転させた上で、残りの研修スペースを共同利用する、まあ、効率化を図ることで、年間5000万円近い予算をコストダウンすることができます。 今述べたとおり、平日の日中を主な利用とする実総合研修センター,、えー、裏返して言えばですね、まあ土日それから夜間はまあ使いたい放題です、えー。平日の主催行事が極めて少ない、ソウル広島の親和性は相当に高いと思います。このように無理のない合理化を図りながら予算を必要としている他の分野へと予算配分することこそが 行政経営の方針にもうたわれている、戦略的なリソースマネジメントだと思いますが、まずは私の提案に対する検討について、環境県民局長にお伺いいたします長環境県民局長。エソウル広島の移転にあたっては、県内各地から多くの人が集いやすい立地で、研修や交流のほか、 様々な悩み事に関する相談等のためのスペースが確保できる場所として現在地を選定し、その効果が最大限発揮されるよう、移転後に夜間や休日の開館の拡大などを行ってまいりました。昨年度の実績といたしましては、男女共同参画財団のほか、女性団体や企業、NPO などが、男女共同参画に関連する研修や交流等で s o l 広島を利用しており、その利用日数は、 年間で260日、それを開館日数で除した稼働率は72.8%となっております。これまでさまざまな施策を推進する中で、男女共同参画を実現するための環境は一定程度整ってきましたが、いまだ精査に関する固定的な役割分担意識の十分な解消に至っておらず、また近年では、性的少数者への理解を進めていくことが必要となっている中、 こうした課題に対応していくためには、行政のみではなく、民間で活動する個人や団体と連携した取り組みが重要であると考えております。そのため、エソウル・広島が、そうした個人や団体が集い、恒常的に自主的・自律的な活動を行う拠点としての機能を果たしていくことが、本県の施策を進めていく上でも有効であり、県として支援していくことが必要であると考えております。なお、支援にあたっては 経営資源の効率的、効果的な活用といったリソースマネジメントの視点も持って、県として定期的に検証を行い、適切に対応してまいりたいと考えております。先ほどです、ねえーま、相談事業、これた、ま、大変重要な事業されていると思ってます。そこについては評価をしてますし、えー、稼働率についてです、ねま、70%を超える稼働率だとおっしゃいましたが、 これに関してはあの、エソール広島全体の稼働率であって、まあ、これはもう公表されている数字なので、先ほど私が質問の中で申し上げさせたとおり、研修室、まあ、これ、いわゆる会議室スペースの部分に関して、今回、実総合研修センター、このエソール広島で問題を提起をさせてもらっています。もちろんです、ね、環境県民局長の立場、これは大変理解をしています。 男女共同参画という政策目的に向かってです、ね、財団に対しても協力をしてもらわないといけない、まあ、そういったお立場であるということは、まあ、よく理解はしていますが、だからこそ我々議会がです、ね、しっかりと問題点を指摘していく必要があるんだろうと、是正を促さないといけないんだろうと思っています。使い勝手の良い会議室スペースがまいたにあればです、ね、それは何かと都合はいいでしょう。 しかしながらこの度雪掘きりにさせてもらったように、使用頻度という量の面では、多額の予算を割く必然性は残念ながら見出せないです。では、使用頻度が高ければよいのか、そうではないはずです。なぜならば、貸し会議室事業が目的ではないからです。県の総括として、男女共同参画の活動拠点となるように、さらなる利用拡大を図っていく必要があるとうたっていらっしゃいます。会議室を利用させることが 拠点化につながることなのか、拠点化することにどのようなメリットがあるのか、県民に対してどのようなメリットがあるのか、必要な政策目的に対して、連携が必要な団体とは、会議室がなくても、情報交換を密にしながら、政策目的を果たしていく努力をする必要があるんだろうと思います。その意味では、部局別審査でも指摘をさせていただきましたが、男女共同参画財団に対して、県として、男女共同参画という、 幅広いテーマの中で、どの課題に注力してもらい、成果を上げてもらうのか、はっきりしていないことが問題の背景にあるのではないかなと思っています。いずれにしても折り鶴タワーの利用については、5年に一度議会の議決が必要なわけで、もうまもなくおそらくこれ、中間点だろうと思います。引き続き議会としてです、ね、これはしっかりと費用対効果を見ながらです、ね、指摘をしていく必要があるんだろうと思っております。 でここまで指摘してきたとおり、総務局所管の自治総合研修センター、環境県民局所管の男女共同参画財団、それぞれが会議室スペースの必要性を訴え、低調な稼働状況にもかかわらず、年間約1億円もの家賃を非効率に超過している結果となっています。予算配分をする際、経営企画チーム、もしくは財政課が各部局からの予算要求、 事業目的や KPI 仕様の達成などを考慮しながら審査をされていると思います。予算執行後は、会計管理部が経理審査を行い、他の流れの面で適切な予算執行だったのかどうかを確認しています。一連の予算配分、執行、経理審査という流れの中で、部局横断的な視点で合理化はできないのかという発想や、より厳しく政策目的を果たしているのかという検証について、 果たしてどの部署が、もしくは誰が検証しているのか疑問に思います。先ほども触れたとおり、行政経営の方針に戦略的なリソースマネジメントを大きな柱に掲げ、これから策定する素案の中で、次のように述べられています。非常に厳しい財政状況の下で、増大する行政需要に適切に対応しつつ、注力すべき施策へ重点投資するためには、これまで以上に選択と集中を徹底させ,させるなど、 政策の達成に必要な経営資源の確保に取り組むことが求められている。このことを先ほど述べた、部局横断的に、もしくはより厳しく検証することを担うのは、どの部署、もしくは誰なのか、見解を知事にお伺いいたします湯崎知事。事業の検証評価にあたりましては、政策目的を果たしているかを検証するため、 施策マネジメントの観点、これはまあ内容という意味でありますけれども、経営企画チーム、経営資源マネジメントの観点、これはまあおもっぱらコストということになりますが、これから、あのその観点からは財政、えー、財政面は財政化、人面は業務プロセス改革化が中心となって、各担当部局の施策等について、その進捗の状況や実績などを定期的に検証し、 適切に PDCA サイクルを回すこととしているところでございます。その際には、仏教横断的な視点での検討合理化が必要不可欠なものもあると認識をしており、検討の結果、より効果的な手法の選択が可能な場合には、改善を図ることとしております。引き続き、こうした適切なマネジメントをより徹底していくことで、資源配分のさらなる最適化を図り、 県民の信頼と付託に応えた県政運営を進めてまいります委委員長畑委員長、えー、部局の長は、ですね特にあの局長、部長は、ですね効率的に成果を出すマネジメントあこれ、職務上追及することは当たり前ですが、一方で、予算をできるだけ確保して、政策目的の達成のために必要という建前の下、 時にに組織を守るる行動に出ざるを得ないこともあります、えー、今、経営戦略チームですとか、財政課、まあ、こういったところがチェックをしているというお話がありました。えー、知事はま最終的にこれ、決断をし、判断をするお立場だと思います。えー、副知事のもとですね、えー、おそらく経営戦略が、他部局との関係では一番独立した部署ではないかなと思いますから、 より効率的な予算執行ができるように、部局横断的なですね合理化ができるように、機能をより強化をしていただきたいと思います、そのことを申し上げ、次の質問に入らせていただきます。続きまして、ICT 教育と今後の教育のあり方について、質疑をさせていただきます。 学校現場での ICT 活用は、これからの教育現場を劇的に変える可能性を持つものであり、この活用のあり方で、各都道府県の教育水準に大きな差が生じる覚悟を持って取り組む必要があります。令和元年度に、文科省はギガスクール実現推進本部を設置し、パソコンをはじめとする ICT 機器などのハード整備については、令和5年度整備完了を掲げていました。ハード整備と並行して、デジタル教科書やデジタルコンテンツの開発、 ICT を効果的に活用した学習活動の例示、ICT 活用教育アドバイザーの全,県全都道府県への設置など、ソフト面での充実を進めつつ教師、教師の在り方や果たすべき役割、年間授業実数や学年を超えた学びなどを検討する予定とされていました。そのような中、この度コロ,ナコロナ禍により、令和5年度目標とされていたハード整備は、令和3年度中にはおそらく整備が完了する情勢です。 急激に進んだハード整備の一方で、ソフト面の充実や、教師の ICT 機器を使いこなした授業の実践などは、手探りの中、取り組みが始まったばかりです。実際、広島県における令和元年度の ICT を活用して指導できる教員の割合も、高校、特別支援学校ともに前年度よりも下落しており、全国平均からも大幅に下回っている結果となっています。 部局別審査でも、小中学校では市長教育委員会と連携しながら、具体的な活用方法を模索、または研修助言をしている、高校では推進リーダーを対象にした研修や指導主事による学校訪問を実施しているとの答弁で、県教育委員会としての全体ビジョンが見えないと、個人的には感じたところです。文科省の教育の情報化に関する手引きによると、 ICT を効果的に活用した学習場面を次のように大きく3つに分類しています。一斉指導による学び、一斉学習。子どもたち一人一人の能力や特性に応じた学び、個別学習。子どもたち同士が教え合い、学び合う共同的な学び、共同学習です。私個人の考えでは、これまでの学校現場で最も遅れていた個別学習に向けて、ICT をどう活用するかが最終段階であり、 そこに向けて、まずは3年間までに一斉学習、次に共同学習、そして5年間程度で個別学習まで全教育現場で十分に ICT 機器を活用できるように、体制を整えるべきではないかと思います。このように、教育現場での ICT 活用に向け、県教委が小中高および特別支援学校、それぞれでの5年程度の段階的な活用、進化のロードマップと、 それぞれの段階に対する、県教委ができうる具体的なサポート案を示す必要があると考えますが、教育長の見解をお伺いいたします教育長,教育長学校教育におけるデジタル機器の活用を段階的に推進していくためには、多くの学校ですでに定着している一斉,教一,斉学一斉学習を基盤として、 児童・生徒1人1台のコンピューターの導入により、個別学習での活用を進め、さらに、児童・生徒の主体的な学びを促す共同学習の場面での活用を計画的に進める必要があると考えております。現状におきましては、臨時休業を契機に取り組みが進んだ家庭学習と合わせて、県立学校の多くで個別学習の場面での実践が進んでおります。一方で 共同学習の場面では、十分に活用できている学校はまだ,まだ少数でございます。生徒同士でさまざまな意見があることを理解し、共に課題解決にあたる共同学習は、デジタル機器を効果的に活用できる場面が多いことから、すべての県立学校で、共同学習での活用が増えることを目標に指導助言を行っているところでございます。なお、小中学校におきましては、 まずはこれまで定着してきた一斉学習のスタイルに加えて、個別学習での活用を進め、さらに次年度以降は、共同学習における活用がより進むよう、高等学校の事例を紹介したり、市長ごとのニーズに応じた体験型の研修を行うなど、具体的な支援を行ってまいりたいと考えております。 引き続き個別最適な学びと共同的な学びの双方の場面でデジタル機器の効果的な活用が進むよう市長教育委員会と協力しながら計画,に取り組計画的に取り組んでまいります。委員長、員はい、あの時間も少なくなってきました。えー、教育長とですね、少し、えー、個別学習と共同学習のところの順番が。 あ違ううなということを感じさせてもらいましたあこのあたりはですね、また別の場所で議論をしていきたいと思いますが、えー、私個人としては先ほど申し上げたとおり、個別最適な学習、子どもの一人一人のです、ね、学力に応じた、 レベルに応じてです、ね、どういった教材を与えていくのか、どういった学びを進めていくのか、この個別学習のところが最も難しいところではないかなと思います。自習をさせるという意味での個別学習ではなくてです、ね、子どもの真の力をステップアップさせていくための個別学習という意味では、ここが一番最終目標地点じゃないかなと思います。ここをどう工夫をしていくか、これがこれからの都道府県、そして市長、 各学校で大きな差が生じてくる危険性もはらんでいるんだろうと思います。そういう意味では、時間軸をですねしっかりとお示しいただきながら、最低5年ぐらいやっぱり私、かかると思うんですね、これ、私学の,あの高校にもお話聞きましたけど、やはりこう準備始めてからですね5年ぐらいかかると、で今、市長の小学校、中学校は、ですねまさにこれから先生方が研修を受けてやりますというような状況です。 ぜひですね、県の教育委員会が、そういった最低限、ここまでは3年までに行ってほしい、5年までには行ってほしい、そういったロードマップを示していただいてです、ね、広島県教育全体を司る県教委の役割を果たしていただきたい、そのように要望して質問を終わらせていただきます以上です。